村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。サブが続きますよね。今日はですね、もうじき、ブラックフライデーのキャンペーンも終わるということもありまして、世界的に有名なプラグインブティックというね、サイトで、そこ自身がメーカーとなって発売しているステレオサーベージ、これはですね、モノラルの音声を幅を持たすステレオのようなイメージにするためのソフトです。完全なモノラルからステレオのイメージを作るというのはあまり今まであるようでないようでみたいなソフトなんです。ですから今日も先日レコーディングさせていただいた東谷香さんのちょっとボーカルを少しお借りしてテストをしたいと思います。元の音というのはこんな音です。爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって骨になって。はい、これをエフェクトオンにするだけでですね、こういうことができます。若干このボリュームを今下げておいてから広げていきますので見てください。指も切って上げていきます。さっくりと刈り込んで山になって骨になって。私は目覚める気がするの。はい、ここにもありますように今はエフェクトをボーカルモードにしまして、そして今 12.7 セントってなってます。セントというのは一つの半音を100に割って、プラスマイナス、50ですね、センターから50振った、そういう単位をセントと言いますけれども、あえて、ボーカルの声をですね、音程を崩したものを一つ準備するとこんな風になります。すごくちょっときつくかけてみますね。指を切って耳も切って空爪を切って指も切ってさっくり。あんまり音程を悪くするしすぎるのも山になって骨になって。そして、こちら今マウス動かしているところが、ステレオの幅です。指を切って耳も切って爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって骨になって私は目覚める気がするの。指を切って耳も切って空爪を切って指も切って。そしてですね、あまりですね低音というのを左右に分けすぎると締まりがなくなるんですね。それをコントロールするのがここです。ベースバイパスっていうのがありますね。ちょっとやってみますね。さっくりさっくりと刈り込んで。はい、ベースがとっても落ち着きましたね。私は目覚める気がするの。ベースの周波数とそして、そうやって分けた時に不自然にならないようにここでボリュームを設定します。爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで。ここまで下げると、広がっている高音とちょっと差ができてちょっとバランスが悪いですね。爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって
骨になって、もっともっといろんなことができます。こう波形を振ることもできます。爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって骨になって私は目覚める気がするの。指を切って耳も切って、はい、こういうようなことも、いろいろできますね。ちょっとエフェクトのところで他のモードもやってみましょう。ディレイモード。ディレイモードというのは、時間差でステレオ感を出す。指を切って耳も切って空、はい、あとエクスパンドモード。指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで、ここはあったかみを山になってつけたりして、になってステレオ感を出します。私は目覚める気がするの。厚みが出るという感じですね。指を切って一番自然なのがこのスプリット。空爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって骨になって私は目覚める気がするの。指を切って耳も切って空爪を切って指も切ってさっくりさっくりと刈り込んで山になって、はい、もう一度かけてない状態に戻します。指を切って耳も切って空爪を切って指も切ってさ、はい、今日はですね、一つのモノラルのボーカル、もしくは他の楽器ですねからこうステレオ感が出て、こう重厚な感じになるような、全く新しい感じのプラグインをテストしてみました。村長でした。いつもありがとうございます。